そしてそう言える最大の理由が DNA。 ではもしイングランド人の起源がササン朝ペルシャであるのであれば、スコットランド人の起源は一体何か。スコットランドと隣にあるアイルランドには共通の先祖の伝説があるのを皆さん知っているでしょうか。この共通の先祖の伝説からスコットランドのスコットの意味がわかります。では先に答えを言いましょう。このスコットランドのスコットは古代エジプトのファラオの娘スコティアが起源です。スコットランドの伝説は時代によって違うが、大まかな流れはこう。バビロニアに存在したバベルの塔が崩壊した後、騎馬民族の王が古代エジプトへ向かい、古代エジプトのファラオの娘スコティア、またの名スコッタと結婚。そこからその子孫たちが古代エジプトで繁栄し、旧約聖書で登場するモーセの時代にエジプトを脱出する。その後数百年かけてイベリア半島に住み着いた後、アイルランドとスコットランドにたどり着くというもの。このスコットランド人の子孫の物語には、蛇に噛まれた後モーセの使いによって癒されるという伝説があり、旧約聖書での話と似たものも多いことから、古代イスラエル人とのつながりが読み取れる。しかし古代エジプトの記録にはスコティアというファラオの娘は存在しないため、歴史学者の間で創作とされている。ただ創作と簡単に片付けられない理由が存在する。14世紀、スコットランド王はスコティアの子孫であることとモーセとの関わりを主張するために、古代エジプトから運び出したとされる運命の石という石を代々戴冠式で使っている。この運命の石の実際の詳細は公開されておらず、古代イスラエル人の祖ヤコブが神からの典型を受けた際に持たれていた石だったという伝説も存在する。スコットランドと古代エジプトのつながりは古代イスラエル人の本当の起源からも読み取れる。まず考古学的にモーセという人物が存在したという客観的な証拠は一切存在しない。古代エジプトにイスラエル人という民族たちが存在し、エジプトから脱出したという当時の記録も存在しないのだ。当たり前だが、旧約聖書に存在したと書いてあったとしても、考古学的に証拠がなければ考古学的に存在したとは言えない。イスラエル人という民族の最古の考古学的記録は紀元前1200年頃のメルエン・プタハの碑文で書かれたもので、モーセが生きたと信じられる時代からかなり後の中東の民族として記されている。その一方、モーセの物語とそっくりな実話を持っているのがエジプト第18王朝アクエン・アテン。詳細は吉の著書アマテラス解体新書で書いてあるが、アクエン・アテンはモーセと同じように世界で初めて一神教を始めた存在であるだけでなく、アクエン・アテンが崇拝したアテン神への賛美歌の一部が旧約聖書での詩編104と似ている箇所が多々あると考古学者たちから指摘されており、エジプト出身の歴史家アフメド・オスマン氏が提唱するモーセのモデルアクエン・アテン説が一部から支持されている。また旧約聖書で古代イスラエル人の祖アブラハムと妻サラがエジプトへ渡った物語には不可思議な点が多くあり、古代エジプトには古代イスラエル人の祖ヤコブが名前にあるヤコブ・ハーという名前のファラオが紀元前17世紀頃に存在した考古学的証拠が発見されている。このことから後にイスラエル人と名乗る民族がエジプト王家に嫁いだと言われてもおかしくはないのだ。では旧約聖書での古代イスラエル人とは。
それは中東付近からエジプトに嫁ぎ、エジプト第18王朝の血を引く者たちである。そして18王朝崩壊後に数百年かけてブリテン島にやってきた民族の一つがスコットランド人だ。そしてそう言える最大の理由が DNA。 2011年に掲載されたロイター記事には、約 70% のイギリス人男性がエジプト18王朝のファラオ、アクエンアテンの息子ツタンカーメンの DNA を受け継いでいると発表している。ちなみに約 50% の西ヨーロッパ人男性もこの子孫だ。ツタンカーメンとはモーセのモデルであるアクエンアテンの息子だ。つまりアクエンアテンの男系の子孫の多くがブリテン島へ渡っているのは間違いないのである。とはいうものの、アクエンアテンの18王朝は次の第19王朝に追放されたために、旧約聖書ではエジプトを悪者扱いしている。そんな旧約聖書と似ている伝説がスコットランドのスコティア伝説。スコティア伝説は創作とされているが、考古学的に見れば旧約聖書も古代エジプトの実話をオマージュした創作だ。つまりスコットランドのスコティア伝説はただ単に旧約聖書の物語を参考にしたのではなく、古代イスラエル人と同じく自らの祖先が18王朝の末裔だと信じてできた伝説なのだ。先祖の伝説が旧約聖書と似ていることから、スコットランド人は古代イスラエル人の元同族だったということがわかります。そしてここにキリスト教徒が行った魔女狩りの裏の意味が隠れているのです。ヨーロッパで行われた主にキリスト教徒たちによる魔女狩りだが、魔女といえば一つ重要な特徴がある。それが鍵花。魔女の特徴とされる鍵花は、魔女狩りが行われる以前からユダヤ人の特徴とされていたのだ。つまり魔女とユダヤ人の鍵花を結びつけることで、表向きは魔女狩りとしながら、キリスト教徒によるユダヤ教徒の迫害の意図が裏にあったのだ。この他にもキリスト教徒たちは魔女たちの秘密の集会をユダヤ人の安息日サバトという言葉で読んでいたのだ。そう、魔女狩りには宗教弾圧の側面があったのです。ではここまで。スコットランド人の起源は古代エジプトへ移住し、アイルランドからやってきた民族で、もしかすると古代イスラエル人の元同族かもしれないという話をしてきました。そんな彼らはこのブリテン島にやってきて、魔法使いと恐れられ、そして弾圧されてきました。では彼らの魔法の起源は一体どこにあるのか。それが古代エジプト。現在魔女といえば木の棒で魔法を使うイメージがあると思うが、木の棒を使った魔術の発祥は古代エジプトだと言われている。旧約聖書でモーセはアーロンの杖を使い奇跡を起こす描写があるが、これも言ってしまえば古代エジプトの影響を受けたものなのだ。ここからスコットランドの魔法使いたちの起源は古代エジプトで間違いないと言える。ではもう一度テンプル騎士団の話に戻しましょう。テンプル騎士団は弾圧された後スコットランドへ逃げた。そしてそこからしばらく後、フリーメイソンがスコットランドで誕生したという話をしました。では思い出してください。フリーメイソンには新しいものと古いものが存在するという話。この古い方のフリーメイソンのことを
Ancient Grand Lodge、 またの名 Ancients、 日本語で古代のフリーメイソンと呼びます。そして面白いことに、この古代式フリーメイソンの儀式というのは、スコットランド、そしてアイルランドが行っていた儀式が派生したものだと指摘されています。つまり古代エジプトの魔法の儀式を受け継いだのがスコットランドの儀式で、それをまた受け継いだのがフリーメイソンの起源、テンプル騎士団だと言える可能性があるのです。そんなテンプル騎士団はスコットランドに行き、スコットランド土着の文化と融合し、それを後でフリーメイソンが引き継いだ。そしてそのフリーメイソンがイングランドにやってきた。だからこのイングランドの首都ロンドンに古代エジプトのモニュメントが多くあるのかもしれません。ちなみにテンプル騎士団ゆかりの場所シティオブロンドンからすぐ近くに安置されたこのオベリスクは、エジプト第18王朝のファラオトトモーセ3世のオベリスクとされている。旧約聖書のダビデ王のモデルとされるトトモーセ3世だが、イギリスにエジプト第18王朝の遺物を運ぶ理由は、彼らがその末裔だと信じているからであるのだ。ではここまで、テンプル騎士団とフリーメイソンのスコットランドでの関わりの話をしてきましたが、テンプル騎士団とスコットランド、この2つのみに焦点を当てても面白いことがわかります。それが、現在のスコットランドはテンプル騎士団が建てたというもの。テンプル騎士団といえば、14世紀に処刑された最後の総長ジャック・D・モレーですが、テンプル騎士団には歴史上最も活躍した騎士が存在します。それがウィリアム・マーシャル。ウィリアム・マーシャルは12世紀後半から13世紀にかけて活躍したフランス出身の騎士、歴代で5代ものイングランド王に仕えた。そんなマーシャルは500戦500勝という負けなしの伝説を持ち、歴史上最も影響力を持ったテンプルの騎士であった。現在は先ほどのテンプル教会で埋葬されている。そんな彼には重要なシンボルが存在する。それが赤いライオン。そんなウィリアム・マーシャルですが、彼の子孫にはスコットランドの歴史上最大のヒーローが存在します。それがロバート・ザ・ブルース。14世紀初頭、スコットランド王国はイングランドからの独立を目指しており、それを実現した国王が英雄ロバート・ブルースである。そんなスコットランドのヒーローブルースですが、彼の時代から使われ始めたのがこの赤いライオンのエンブレムです。見ての通り、この赤いライオンは過去最強のテンプルの騎士ウィリアム・マーシャルのライオンと同じ。ただ何よりも驚くべきことは、この赤いライオンは現在のスコットランドの国旗の一つなのです。スコットランドの国旗といえば X ではないの？と思う人も多いかもしれませんが、現在のスコットランドの国旗は正式に2つ、この赤いライオンとこの X なのです。そしてこの赤いライオンの方の旗の正式名称が Royal Banner of Scotland、 日本語でスコットランド王室の旗なのです。つまり過去最強のテンプルの騎士ウィリアム・マーシャルの子孫ブルース王が、自らの先祖と同じ赤いライオンを掲げ、それが現在のスコットランド王家の旗になったというのが読み取れるのだ。
そう、スコットランドの中枢にテンプル騎士団の血が流れているのは間違いありません。それゆえにロンドンにあるテンプル教会にはイングランドを表す赤い十字架とスコットランドを表す青とスコットランドの聖獣ユニコーンによく似たペガサスが描かれているのかもしれません。それはまさにイングランドとスコットランドどちらにも縁があるウィリアム・マーシャルを称え両国の友好関係を願うかのようだ。しかしスコットランドの国旗 X は一体どこからやってきたのか。この X の国旗はキリスト教の聖者アンドリューが X の十字架にかけられたという伝説が起源だとされている。ただこの X の4隅に点が入ったシンボルも存在し、現在スコットランド銀行のシンボルマークとして使われている。X はキリスト教のシンボルという話ですが、少し前にキリスト教の土台にはササン朝ペルシャの影響があると話しました。そしてこれを証明するかのように X と4つの点が入った X の発祥の地が古代のペルシャで、ササン朝ペルシャの国旗でもあるのです。そう、現在のスコットランドの国旗はテンプル騎士団とササン朝ペルシャにゆかりがあるのです。つまり簡単に言うと、スコットランドとはそれは古代エジプトの魔術を知り、古代イスラエル人の元同族の魔法使いたちがアイルランド経由でブリテン島に移住し、そしてイングランド経由でテンプル騎士団の血が入り、キリスト教を国教とする王国。実際にはそこにケルト文化も融合しています。ただ初めに移住した魔法使いたちはスコットランドの田舎ハイランドで細々暮らしたと考えられます。というのも、このハイランドこそがあのハリーポッターの魔法学校ホグワーツがある場所なのです。ではここまでスコットランド、魔女狩りの裏の意味、そしてテンプル騎士団のつながりの話をしてきたが、この一連の歴史はもちろんまだ終わらない。これらすべて未来のとある冒険家たちへ受け継がれていくのだ。アマテラス解体新書、予算 TV 初の書籍出版始まる。